じゃあもうチェアマン、あーからわーまで何でもあるんで、言ってもらえればそれ出します。ひ、ひいきますか。出るでしょ。何がですか。そんな出るでしょ。あのね、ひを出してください。違う、チェアマンちょっと待ってください。やっぱりこれ J2 等の会ですから、はい、そう、自分が自分がみたいなって絶対ダメですよ。じゃあまずは、はい、を出していただきます。じゃあひお願いします。ダメじゃん。あのね、じゃあこれ言わせてください、はい、これ考えてんのだいたい夜中の4時とか5時なんですよ、うん、もうだんだん自分でも何がおもろいかわけわからんようになってくるんですよね。ひらちゃん NHK 出るんだっていいだろうみたいな感じになりましたけど、そうなんです。僕はずっとこうスカパーも出させてもらってましたけど、はい、スカパーとかにずっと出てるとスカパーの人だみたいな感じに思われてて、はい、あ、NHK 出ちゃうんだみたいな人多いんですけど、うん、別にどこ出てもいいんですよ僕。今回Jリーグアウォーズの、インタビューはひらちゃんにお願いしたんですけど、はい、大好評でした。なんかかっこいいこう普通のこうなんていうかインタビュアーと違って、はい、サッカー愛にあふれてるのがみんな分かるんだね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あれもすごい緊張しません？なんかどう、いやだってなんだっけ、子供がテケテケ走ってっちゃったのね。小林優選手の優選手の、はいはい、あれ走ってったじゃないですか、はい、で後ろに屏風みたいなのあって、ありました、下からライトをこう照らすんで、はい、1メートルぐらいの絶壁だったんです。段差がついてたんですよ。であそこで、はい、子供をゲットしないとスタッフの方そのまま落っこっちゃって落ちてたんですよ、うん、だからあれはスタッフの人のファインプレー、うん、でもずっとただ見てただけですよね。そうなんですよ。これね僕ほんと後悔したんです。あ、そうですね、あの時なんで俺行かへんかったんやろうと思って、あそこでね小林選手の子供ギューって抱きしめたら ね、もうヒーローじゃないですか。いや俺もさ丸テープで秘伝館の横でなんで俺はずっと座ってたの。じゃあ僕だけじゃなかったですね、多分いろんな人思ってたんじゃないですか。あの瞬間だとみんなフリーズしちゃって、そうあーっていう、でも一人出たじゃないですか、スタッフの方がバーッと走ってね、すごいなと思って。いやあれ本当に危なかったですね。いや危なかったです。知っていいですか、これね僕ね今シーズンのねかなりのトピックだと思うんで、しこちらです。まあ確かにね、まあ残念でしたよ、その結果的には。でもねこれはそのチームとしての存在感すごい出た、ね、全部が入ってるよね。全部入ってます。あのね僕ねまずね塾サボるぞって言った高校生かな、もうなんかおもろいと思うんですよ。それ刺さるよね選手にね。そう刺さりますよね。刺さる刺さる。もうそのみんながね、おい返し。何言うよりも刺さる。そう、なんかサポーターが全員ね、その選手に向かってこうね、監督とかに罵声浴びせてるところで、もうそんなんなら俺塾サボるぞって言うたら、そいつもなんかちょっと洒落てるじゃないですか。ね。だけど塾は行けよっていうのが出てるの。そう、それなんですよ。サポーター同士の絆もあるよね。そうなんですよ。なんかもう会いたいですもん、そのこのね、塾サボるぞって言ったやつもそうですし。なんかドキュメントとか撮っててね、その後の勉強の熱心なになったのか。いやマジでこの子めっちゃ賢くなって東大とか行ったらほんまにね、周りの大人のおかげというか、なんか俺とか言ったらもうノリ群馬いいチームだよねやっぱり。そういう意味でサポーターいいよね。いや本当本当。